タウヌス線は、ヘッセン南部の伏線及び、電化鉄道であり、大都会であるフランクフルトと、シュートビースバーデンを結ぶ。この路線は1839年9月、開業されて、ヘッセン州の最古の鉄道路線となった。フランクフルト市街地の西端における、タウヌス駅の位置1860年頃の、フランクフルトタウヌス駅とその隣の駅この路線の、 建設以前に三つの主権国家、すなわちフランクフルト自由し、ナッサウ公国、ヘッセン大公国の間に長期間の交渉が行われた。当時にライン側の東岸にあるマインツカステルはヘッセン大公国の領域で、この路線の終点であるビースバーデンはナッサウ公国の首都であった。特にヘッセン大公国は他の二つの州との接続の結果として、 マインツ公への交通が失われることを恐れたため、鉄道敷設を反対した。それから、ヘッセン大公国はこの路線の代わりにフランクフルトとダルムシュタット、マインツ、オフフェンバッハを鉄道で連結するのを要求した。一方、マインツ鉄道委員会は、マインガー北側の路線案を指示した。ヘッセン大公国内省であったヨハンクナップは、マインガー北側の鉄道建設を許して、 マインツ鉄道委員会はそのゆえ内省に1万8000グルデン相当の贈り物を提供した。それが公開されてワイロスキャンダルとなった。大広国政府はクナップを引退させてそのスキャンダルから逃れようとした。しかし議会では政府の違法な処理に関する問題提起が絶え間なく続いた。大広国政府はクナップに対する処罰を行わなくて、 鉄道建設を許可する立場を貫いた。鉄道建設コンソーシアムはフランクフルトのベトマン銀行とロートシュルト銀行の主導で1835年に設立された。発行された株式はすぐに40回に出資され、1837年に作業開始が可能となった。それにもかかわらず、最終的な不設免許は1838年にようやく与えられ、 5月8日にフランクフルト自由市、5月11日にヘッセン大公国、6月13日にナッサウ公国が鉄道建設を許可した。タウヌス鉄道会社は1838年8月12日にフランクフルトで設立された。ドイツ最初の鉄道建設を指導したポールカミユードニーは路線経路及び施設の技術を担当することとなった。 マインツの建築家であったイグナーツ・オプフェールマンは、駅舎と対合室の建築を担当した。最初の区間は1839年9月26日に、フランクフルトタウンス駅から、当時ナッサウ広告に属したヘイヒストまで開通された。この路線は、同年11月24日にハッタースハイムまで、1840年4月13日にマインツカステルまで延長された。 最後の延長区間は1840年5月19日に開業された。この新しい路線は交通流れの変化の元となって、この開発で損した人々は激しい抵抗活動を開始した。代表的な例は霧の若者のいたずらと呼ばれるサボタージュ事件であった。マインツの運輸業者と漁者たちは収入減少を恐れてマインツカステルで線路を損傷した。 それ以上の線路損傷を防ぐために武装人力が動員された。1840年から1852年まで会社の取締役はヘッセンのスーミズイン議員で元フランクフルト上院議員であったヨハン・アダム・ベールが歴任した。この路線の距離はもともと 43.4km であった。支線である増電線は平室と バート増電区間で1863年に開通された。運営の初期にタウヌス鉄道はジョージとロバートスティーブンソンの製作所から6機の機関車87両の客車44両の滑車を購入した。最初の運転士はイギリス人であった。1844年9月にマインツカステルビースバーデン間に電磁気電信機の施設が備えられの地に フランクフルトまで拡張された。タウヌス鉄道は1863年に開通されたマインツフランクフルト線との競争に損害を受けて1871年にヘッセンルートビヒ鉄道に会社を売却することを決定した。HLB は1872年1月1日にタウヌス鉄道を引き受けたが、直ちにプロイセン国有鉄道に売却した。 プロイセン国鉄はタウノス線を1872年5月3日から運営した。1888年にフランクフルトで新しい中央駅が開業されてこの路線は約1キロメートル短縮された。同じことが1906年にビースバーデンで起きて現在のビースバーデン中央駅が古いタウヌス駅を取り替えた。1920年にこの路線は ドイツ国営鉄道に引き継がれました。国営鉄道は非常に重要な遠距離、地域及び郊外の旅客輸送をとって貨物輸送も部分的に重要であった。第二次世界大戦の間に特にビースバーデン中央駅、フランクフルト中央駅の周辺とマインツカステル駅は激しい損傷を負った。終戦後、鉄道施設の修理と創業再開後、 この路線の場合以前の重要性が再確立されて、コストハイム分岐点ビースバーデン東駅区間で貨物輸送量が特に増加した。1970年末までこの路線は長距離の交通にとってかなり重要となった。1979年にインターシティ路線が導入されたことで、フランクフルト・ケルン区間の列車は一つ置きにこの路線を経由した。 機関車の交換が必要だったビースバーデンのターミナル駅の時間損失とフランクフルト空港の IC 列車の路線網統合は IC 列車の運行回数が緩やかに減少する結果を招いた。なぜならばマインツ駅経由の場合には機関車は方向を変える必要がなくて運行時間が短くなったからである。1991年5月よりフランクフルトと ビースバーデン間の IC 通勤列車がこの路線を経由したが、需要不足のため1995年5月に廃止された。フランクフルト交通運賃連合の設立に伴い、この路線も FVV の運賃体系に属した。1978年5月に、ラインマイン S バーンの S1 系統はこの路線に導入された。ただし列車は、平室とフランクフルト中央駅区間では、 メインラーン線の上を走行する。またコブレンツ行きの急行列車も運行された。1980年にビースバーデン東駅とビースバーデン中央駅区間で S14 系統の運行が開始された。1970年に発表されたドイツ連邦鉄道の改修プログラムにフランクフルト、マインツ、ビースバーデンはに接続ケルン。 クロースイコールゲーラウ区間の高速新線と2つの連結線を通じて接続する予定であった。1995年にラインマイン運輸連合がフランクフルト運輸連合を引き受けて RE90 系統を導入した。以前の急行列車は快速列車に転換されビースバーデン中央駅からコストハイム分岐点までタウヌス線を走行した。 2000年夏の定期時刻表変更により、RE90 系統は乗客数が少なかったため廃止され、S9 系統に改めて置き換えられた。2010年12月の定期時刻表変更以来、都市急行列車は、施設鉄道会社ビアズによりこの路線と、ライン側右岸線で運行されている。ケルン、ラインマイン高速線の地域計画の進行中に、 高速線とタウヌス線を接続するために、いわゆるエッタースハイム連結線が提案された。極立半径975メートルの連結線は、結局建設されなかった。列車は1888年から、出発駅となったフランクフルト中央駅を離れて、中央貨物駅及び、ニート高架橋を通過する。まずは、マインネッカー線とマインベーザー線が左右へ分岐して、この路線は、 曲線でマインツ・フランクフルト線とマインラーン線と交差する。列車は西北の方へ向かい、ホムブルク方面の線路が分岐する。この路線は旧貨物駅から西側へ続き、ニート鉄道橋に至る。ビースバーデンからの列車がタウヌス鉄道の新田橋を渡るニート鉄道橋は、ドイツで現在も使用される2番目に古い鉄道橋である。 最初の平筆と駅舎八8 8 0年に建設されて1914年まで運用された2番目の平筆と駅舎と乗降場。平筆と駅の東側ではメインラーン線及び送電線がこの路線と合流する。列車が平筆と駅を出発するとすぐにコエーニヒシュタイン線が分岐する。線量工場駅でマインラーン線が分岐してこの路線は ファルケンベルまで南西側に伸びる。ハッタースハイム駅から約100メートル離れたシュバルツオ川を目立たないニアーチの左岸西橋が横断している。1911年にコンクリートで改修されたシュバルツオ川鉄道橋はヘッセン文化財保護法により文化遺跡として登録されている。フローシャイム駅のエントランスビルロイヤルダッチシェルのフロエルスハイムチョイタンクは タウバー・アッツ・ミューレ分岐点からの側線で連結される。列車はそこから右に曲がり西に向かって、ホーホハイム駅を通過する。コストハイムジャンクション、マインツ鉄道バイパスが左側にあり、タウヌス鉄道が右側にあります。マインツ環状線は、コストハイム分岐点でこの路線に合流しする。関連された、信号扱い書は保存されている。この路線は、マインツカステル方面に続き、 環状線は北西の方向で分岐する。カステル駅、1840年4月13日の入り口ビル、ビースバーデン駅の始発列車マインツカステル駅は、名と違って、ビースバーデン南端駅である。ビープリヒヒのライン川駅とマインツカステル鉄道連絡線上の支線列車は1906年に建てられたビースバーデン中央駅に到着する。 マインツカステル駅の入り口近くの s e 1号線のビアーズサービスこの路線の運賃システムはラインマイン運輸連合により管理される。ありがとうございます。